続いては三重県よさこい塾ありがた屋の皆さんです。三重県を中心に活動されています。それでは少しお話伺います。はい、高知で最後の演舞になりますね。はい、あと363日か4日後ですよね。72回目で今月楽しみですね。もうまた来年も見据えての演舞になりますね。はい、もうでもね、寂しくなっちゃうんで、あんまりラストとか思いたくないんですけど、はい、あの高知に生まれたかった人の集まりだと聞いています。はい、いや、もうこんな素晴らしい文化のある町に生まれて、こんなよさこいが身近にあって、本当にここに生まれたかったなって思ってます。ありがとうございます。それでは三重県よさこい塾ありがた屋です。ありがとうございます。雨の中残っていただいた皆さん、本当にありがとうございます。最後一生懸命踊らせていただきます。それでは参ります。いやーやさー、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 いやーよさこい塾ありがたよ、わだち。
まいました。高知が大好きです。ありがとうございました。